そうですね、まあ、乗りにくいっていう印象はなくて、まあ、まあ言ってみないと分かんないですけど、乗った感じはいいと思います。そうですね、そうですね、まあ、まあ過ごしやすい環境にはあるかなとは思います。そうなんです。なんかカレーが美味しいらしいですよ。ああ、本当ですか。まだ食べてないですけど、はい、分かりました。まずですね、フランスとか乗り心地どうですか、印象としては。そうですね、伸びとかはそんなにあるなっていう感じはないんですけど、まあ、出足とかはそんな悪くないんじゃないかなと思います。そうですね、もうちょっと伸び欲しいなっていう、なんでちょっとペラでそういうとこ求めたいなとは思ってます。スタートの見え方はまあいった感じちょっと早いかなっていう感じがあったんですけど、まあなんとなくは、まあ、今日ダッシュのスタートを特訓行ってみたんですけど、まあ、なんとなくこんな感じかなっていうのはあるんで、はい。趣味、まあ、休みの時とかに、まあ、先輩とかと重なったら釣りに行ったりとか、まあ、アウトドアとかが好きなんで、まあ、そういうの行ったりします。はい。最近釣った魚何かありますか、種類としては。ちょっと前とかヒラメとか。そうですね、それぐらいですかね。はい、大きな感じの。そうですね、40センチとか50センチぐらいの。はい、ガマゴーリー初めてなんですけど、まあ、精一杯走るので応援よろしくお願いします。